よーし、ろうちゃん、カンカンで。行っちゃいましょう。作戦計画概要をご説明します。基地航空はもうダブル防空。前段作戦、第三作戦海域、作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。しかし潜水艦単艦っていうのは恐ろしいな。行け、かわすんだ。かわしてかわしてかわしてかわしまくれ。ついてきて。艦隊発進。敵艦発見。さあ行きます。マルコニーさんやオイゲンさんのようには行かないけど、ロウちゃん頑張るって。敗北じゃないと思うんだがな。ドローはないのか。ドローは敵艦発見。さあ行きます。か、中破。割れちゃった。まだ大丈夫だけど。一度帰りたい。あっさりと。これは本当に試行回数で行こう。さあ、どっち行くんだ？南か？いや、そっち行くのか、Dか。さあ、やっちまえ。優勢取った。オッケー。じゃあ、航空優勢。敵艦発見。無傷。さあ、行きます。一番ですか？敵艦発見。さあ行きます。ビスマルク姉さんやオイゲンさんのようには行かないけど、問題はこの先に羅針盤なのか何のかどうなんだけども、到達確認ってなっとるからな。どっち行くんだろう。 F 頼むから南行ってくれ。おお、行った。すごく謎だな。
ゲヘイチマス。ノーです。何もしないと。小沢艦隊、機関随核、出撃する。6でどこまで届くのかな？あ、ここ届く。ここは届かない。ここは届く。どうしようかな。まずは N は確実。ここは届かない。ここは、あ、ここもと、あ、届くと。そう書いちゃう。どうするかな。M と、いや、もう S 到達だけを狙おうか。よし、ここに集中が。L か。防空は万全だ。ライデンさんだぞ。陰茎。そして秋月の最強カットインで。やるよ。艦首風上。攻撃隊発艦始め。肉薄する、くたばれ、随核航空隊発艦。弾幕が薄いような気がします。弾幕です。よし、見てか、これが新しい五光線の本当の力よ。随格には幸運の女神がついてきてくれるんだから。艦隊をお守りしました。大丈夫、次もきっと大丈夫です。大丈夫だと思いたい。さっきのがジェーマス。短縮が ここになるわけですな。リンケー昇格ね、やるよ。艦首風上、攻撃隊発艦。秋月が頑張ってくれないと。肉薄する、くたばれ、随格航空隊発艦。さあ始めましょう。撃ち方始め。よし、これが新しい五光線の本当の力よ。随格には幸運の女神がついていてくれるんだから。艦隊をお守りしました。大丈夫、次もきっと大丈夫です。N マスが、空母補給と低空に、平準と駆逐に。やっちまえ。昇格ね、やるよ。艦首風上、攻撃隊発艦始め。というかちょっと待てよ。KNKNKN さすが基地航空。昇格ね、やるよ。艦首風上。
攻撃隊発艦始め。さあ始めましょう。打ち方始め。確保まで行ったか。私と北上さんの前を遮る愚か者、沈みなさい。まあここは本気でやっときましょうかね。枯れてるな。これは枯れているな。弾幕が薄い気がします。この秋月が健在な限りやらせはしません。始めましょう。打ち方始め。まあ後部甲板は盾ではないのだが、そうか、やはりこれからは航空火力艦の時代だな。私ですか。野上のやつも頑張っているか。やだ困ってしまう。さあ次旧行くはずなんだが、行ったな。よし、奥マスリンケ。昇格ね、やるよ。艦首風上、攻撃隊発艦始め。肉薄する、くたばれ。追加航空隊発艦。ちょっとまあ基地航空隊との共同作戦が可能です。小沢艦隊機関追加出撃する。P まで行くの。あれ、ちょっと待って。あれ、P って行くことになってたっけ。到達して OK。 S 到達。とりあえず戦闘。沈んでしまう。いつものお服おばさんチース。
って聞くと燃えちゃいます。主砲四機八門一戦車。ガーン、せっかくの飛行甲板が。まあ防具甲板は盾ではないので沈む。この格好は伊勢には見せたくないな。これが私の決戦だから。直撃隊を攻撃隊の援護に回って。すった。私と北上さんの前を遮る愚か者、死にやめなさい。大義が。ここは本気でやっときましょうかね。弾幕が薄い。いや、いいような気がします。少々弾幕が薄い気がします。提案でちょっと弱い、弱すぎる。よし、打ち方始め。追告、私が前に出ます。まだ、やれます。さすがに余計なルート言ってる分弱い。これが私の決戦だから。沈む。追加君、みんなを守って。昇格航空隊発艦。まあ後部甲板は盾ではないのだが。主砲四機八門一戦車。どうなんですかねこれ。秋月の夜戦お見せしましょうか。あ、一応言ったけど沈む。かわせ。よし、落ちる。少々弾幕が薄い気がします。240やっちゃいますか。よだめ240。よし、見てか。これが新しい五光線の本当の力よ。勝利。髄核には幸運の女神がついてくれるんだから。勝利を持っていきたいんだが。あら。私ですか？いやだ、困ってしまいます。って、あれ、北上さん、今の北上さん見ててくれた。ガサさん、妻の白雪、初月、多分これで最短になるはず。第61駆逐隊、初月。出撃するぞ。まあ、まだ決戦支援はいらねえ。第三艦隊小沢機動部隊機関追撃。ボスマスへ集中。
さあ行っちまえ。そっちじゃねえんだよな。空母殺した。よし、戦艦を、戦艦やれ、戦艦を。よし。崩壊した。行くぞ。肉薄する。くたばれ。追加航空隊。追加艦。私が前に出ます。直援隊も攻撃隊の援護に回って。さあ、艦爆隊。ここは本気でやっときましょうかね。中三式クリア。サンソラバッター見つけたね。にゃん、くらえ。健在な限り、やらせはしません。よし、魚雷で。やらせはしません。これが私の。そっちか。まあ、まずは丸裸に。直営隊も攻撃隊の援護に回って。落ちる。まあ航空艦艦は盾ではないのか。地方48号一戦車。さあ艦爆隊艦航隊撃破よ。撃破可能だろう。秋月の夜景お見せしましょうか。やってもいいです。落ちる。誰弾幕です。被弾巨雷を全て放棄して誘爆を防いで。落ちる。落ちる。まだ大丈夫。落ちる。硬いな。落ちる。落ちる。やめー。落ちる。でも中3式サンソラバッター。さすがだぜ、おいち。くらえ。S 勝利。これが新しい五光線の本当の力よ。髄核には幸運の女神がついていてくれるんだから。私ですか。いやだ、困ってしまいます。って、あれ、北神さん、今の北神さんは見ててくれたのねえ。はい、何がドロップするかな。超度級戦艦伊勢型の伊勢ような気がします。かわせ。よし。落ちる。そこだ。撃て。落ちる。よし。はじめ。肉薄する。くたばれ。落ちる。追加航空隊発艦。直撃隊の。うまくすればひるで終われるか。終わった。落ちる。玉がやってくれました。はい、肉薄する。くたばれ。カットインで発艦。航空をこれやる。始めましょう。撃ち方始め。よし。私、砲雷撃戦って聞くとオッケー。超えちゃいます。有利は怖い。有利は怖いぞ。ここは本気でやっときましょうかね。くそ、有利は不利だった。ボスマス挑戦権を奪取しました。攻撃隊の援護に回って。
しやりました。艦載機の子たちも随伴艦の皆さんも本当に頑張ってくれました。感謝です。これが従来総監の実力ってやつよ。あーよかった、活躍できて。提督、私綾波が爆竹艦サギリと言います。お手伝いできるよう頑張ります。来ちゃったね、2隻目。さあラスダン行くぞ。ディフェンスも火の塊が沈んでしまう。ディフェンス。基地航空行きなさい。かーい。2回、3回目、4回目。まあ第二がこれだけいったらまあいいでしょう。監視風上、攻撃隊発艦かっいいしない。ディフェンスクロ。この格好は伊勢には見せたくないな。そして支援、よし、同行戦十分だ。主砲48番、一戦車。もう誰を守っていいかわからないから、大順を守れ。せっかくの飛行甲板が直縁隊の攻撃隊の援護に回って。かあ、私の決戦だから。見つけたにゃ、にゃん倒せ。よっしゃ、一つ倒した。肉薄する、くたばれ。うわ、4かよ。随格をみんなを守って。落ちる。昇格航空隊発艦。戦艦やる、戦艦だ、戦艦を、戦艦ゴー。よっしゃ。主砲48番、落ちる、一戦車。ふ、勝ったな。これで勝てなかったらどうするんだよ。秋月の野戦お見せしましょうか。野戦発動しない。やっていいか。落ちる、いいような気がします。かわせ。よし、落ちる、あと4。そこだ、撃て。あれ、そつかぜ。太陽一サンソラバタック。繰り返す、変わらない限り。おめでとうございます。作戦成功です。提督、私やりました。艦載機の子たちも随伴艦の皆さんも本当に頑張ってくれました。私ですか。感謝です。いやだ、困ってしまいます。で、あれ、さて最後のドロップ何かな。今の北上さんは見ててくれたのね。えさあ何かな。流れはいいぞ、さっき先出てたから。昇格型航空母艦2番艦、妹の追角です。ザーじゃない。自分の空母ですって。そうじゃないの、一生懸命やってるだけよ。艦載機がある限り負けないわ。
愛戦闘商法新型航空兵装資材2個4乗補給3だと44個になっちゃうぞ。おい、どこで使うんだよ。4式戦シップなのか流行ってなのか分かんないが、2つ目か確か。改装設計図カタパルト誰に使えばいいんですか。次の作戦海域の攻略が可能です。はーい、最後に遠征の装備と紹介します。随徳がこんな装備で、私たち提督昇格がこんな装備、随徳と軌道部隊休暇がこんな装備、理性がこんな装備、結構千歳をね、千代田がこんな装備、千歳がこんな装備で、第二部隊秋月がこの装備、浜がこの装備、松月がこの装備、鈴風がこの装備、大井がこの装備、北上様がこの装備。私はね、昇格ね、何提督さん、作戦計画概要をご説明します。まあ陸航でこの装備とこんな装備で行きましたということです。